것이다. 나야. 들어왔어. 응? 今日はそういう日やね。そうそうそうか。ああ、見事に弾けたね。今日は前の日弾けよ。練習してるね。これはドリームアリトルドリームっていうね曲やな。両方ともドリームアリトルえらい長い曲やな。これなんか同じ？これ違う曲の譜面何ね？何で二つあるんだ。そうやね、同じ曲がこれね二つあるね。同じ曲やドリームアリトルドリームミー。そうやね。こっちとはね左。これ手書き。 実はね、左。これ手書きや。じゃあ、作曲やないよ。これはね、有名なね、ジャズのスタンダードナンバーですね。うん、じゃあなんで二つあんのや。そうやな、これはなぜ二つかってやったら、こっち側はボーカルの方が歌う譜面、こっちはピアニストが弾く普通の。これボーカルさんの譜面なんか。え、ピアノが弾く譜面とボーカルが弾く譜面ちゃうんか。つまりせっかくなことを言うと、これはオリジナル、元の木でできた曲。 こっちは一応された曲。これ作曲者が作った曲はこっち。で、こっちがボーカルさんのために一応したい。一応ってなんや。一応言ったらね、高さを変えるんですね。うん。波長調を、へ調調に変えるとかね。へ調調と調調に変えるとね。どういうことか。どういうことかな。よし、じゃあちょっと歌ってみようか。例えばドドララ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 ラ
라라 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 무리 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 だから一つのこっちにオリジナルの曲があるんですけども、うん、これそのまま女性に歌わせたら高いから、うんね、で低くしたわけ、うん、そういうことを一応してるからもう一枚ここにボーカルさん用の譜面がありますよってことね。でこれ書いたのはボーカルさんが書いたんか自分で。あ、これは先生が書くときもあるし先生が書いたんか、うん、先生が書くときもあるし、うん、ボーカルさんがあの勝手にね書いてきはるときもあるね。へえ、うんね、勝手に書いてきはるんか。あ、勝手にとかちゃんとこっちがねそれは指示出すけどね、うんうん、高さ合わせてね。例えば今バチカブリ今歌ったらバチカブリ言うな聞き止めさんで、ああもう一回歌ってみほら3はい、これ気持ちよく歌えたね、うん、ところが元の譜面がもしこれやったらどうする。3はい、ラララララ歌われへん歌われへんな歌われへんなそういうことやなこんな風に、ね、胃腸した結果の譜面が左側の君の分かる向かって左だからボーカルさんが歌いやすい譜面やねんな。そう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 、その通りや、うん、な、ボーカルさんも譜面書くんかびっくりやな。そうやな、ボーカルさん譜面書くように先生が教えてるよ、うん、そんなじゃあね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 、うん、あの他の楽器の人は譜面書かへんのか。譜面、そうやな、他の楽器の人は結構譜面書かなくてもね、もうこれでいきますね。こっちが向かって右がこれオリジナルです。オリジナルの譜面のままでみんなこれを見て、うん、ジャズライブハウスであの弾いてますね、うん、これがオリジナルですね。じゃあ、 あの他の楽器の人はみんなこれでええんか。そうやな、他の楽器の人はみんなそれでいきますね。ボーカルさんだけが自分の声あるよってこれなんか、うんうん、そうやな、うん、あ、でもちょっと今ちょっと言い忘れたけども、うん、他の楽器の人、例えばサックスとかね、うん、トランペットは、うん、ね、またあのあれですね、調が違うんですね、うん、ピアノのところでピアノで C の調が実はトランペットでは B フラットとかね、うん、そういう風なものはあるんですけども、うんうん、でもその辺はやっぱし、今あの楽器やる方はね、すごくそれはもう頭の中でいつも一応してね譜面を読んじゃうそうですよすごいな、すごいなこれはちょっと先生も信じ、僕も信じられへんだけどもね、うんうん、なんかサックスの人とかね、トランペットの人はね、うん、あの普通のこういう楽譜をちゃんとあのトランペットやサックスで合うように、ね、一応して読んでるらしいですで、うん、すごいね怖いな、何それ、そうですね、やっぱジャズの人の怖いな、怖いな、めっちゃ怖いな。そうだな、すごいな、うん、すごいことやってはるわけですね、うん、そうですね。ピアノは、ピアノはもうそのままここに譜面書いてある通りに、うん、ファーって書いてあったらファー、ミーって書いてあったらミー、ね、こういう風にね、普通に弾いてたらいいんだけどね。お前言うたところでお前どうせ譜面読めへんもんな譜面、あ、譜面な、ジャズ、そやな、あんまりクラシックの人ほどね、僕は譜面は強くないですけどね。お前聞いたで、何聞いた、お前が譜面読めるようになったんバークリー行ってからやる。バークリー行ってから。いらんこと言わんねえから。
なんかな、なんかな、うん、ようわからん記号を変えたオリジナルの面自分で作っとったよ。そうやな、実はそういう時期もありましたね。あの、うん、学生時代はね、あの、なんだかちょっと譜面が難しくてね、あの、自分で、あの、勝手になんか記号か、五線紙の上にね、なんか丸や三角書いてましたけどね。三角上に行けとか矢印書いて。三角って何を表しとった上に行くときは、三角はね、こういうふうになんか動く、動きを。ですね。矢印やったらこういう。全然わからへん。矢印は、こう上に行くとかね。現代音楽かみたいなね。現代音楽か、それあの象形文字か。そうやな。うん、あの本当にね、そういうことをあの本当にね、あの やってた時ありましたよ。譜面がね、まだ本当にあの新しいな、お前。新しいな。どういうことなの。でジグザグって書いた時はジグザグ。あ、それジグザグやねんな。ジグザグやな。素敵やね。まあ、素敵やな。素敵や。なんかちょっと詩の心をさえ感じるな、うん、そうですね、うん、そうですね、すごいな。まあでもね、要はなあの譜面がどのこうの読める読めない関係だしね、うん、音楽ってのはもう演奏したらもうそれでいいんですから。いや、演奏しちゃえば、そうですけどね、うん、そうですけど、演奏しちゃえば勝ちですよ。そうですけど。まあでもね、あんたそれなんかとんでもないことやらかしてきたやろ。いや、でもね、そう言いますけどね、うん、結構あれですよ、あのギタリストでロックギター弾いてはる人とかね、うんうん、それからまあジャズギタリスト、まあ、ピアニスト、みんなそうですけども、うん、結構あれですよ、あの譜面ちょっと無視してね、うん、あのパッと弾いてる人結構多いですね。マジで、うん、でまた譜面読めないっていう人もまあ結構いますよね、うん、だからあのやっぱり耳でね聞いて、うん、耳で人の弾いたフレーズを耳でコピーして、耳でコピーして覚えるとかね。怖い、うん、そういう風なこと。なんかもう自分で勝手に一応したり耳でコピーしたり、もうこの人分からへん、うん、ジャズの人だって何。恐ろしいやろ、恐ろしいやろ、舐めたらあかんよ。だってね、だってね、前聞いたね、うん、はあはあ、あの美空ひばりは楽譜が読めへんかったらしいな。あ、そんなこと聞いたな、うんうんうん、あの絶対音感で弾いてましたよとか言ってましたけど。あ、そう、歌ってた、歌ってた、歌ってたんやな、うん、なんか美空ひばりのジャズのレコードありますけどね、うん、お前ら、お前らみんなそれやっとんか。まあそうやな、それに近いことも怖いわ、そうやな、そう、怖い怖い、だからジャズは別に譜面読めなくてもね、やろうと思えばできますね。だからぜひジャズやりたい人は矢印の譜面でもできるらしいね。いやいや、ちょっとそれはしんどいな。矢印の譜面はしんどいけどね。ね、あの、お前の頭の中が分からへん。ほんまに分からへん。うん、ちょっともう一回この譜面見てごらん。ああ、ちょっと脱線したね、うん、はいはいはい、ね、トーン記号しかないです。うんね、うん、クラシックの譜面やったらほらこっち、あ、偶然こっちにあるね、クラシックの譜面ほら、こっちにね、トーン記号と平均記号ありますね、うん、で全部書いてあるでしょ、うん、ジャズの面はあら不思議ですね、メロディーしか書いてないですね。もうほんまいつ見てもキモい譜面やなこれ。そうか。うん、そういうわけでですね、こんな風にメロディーしか書いてないところにこのコードネームっていうのを使いますね。 F とか G とか C7 とかね。わい、見たことある、うん、見たで、ね、見たで、ね、うん、どこでお前な、うん、ショパンの楽譜にコード振っとく。やってましたね、うん、そんなことしたら怒られるんですけど、まあ、あのショパンの譜面にね、僕は、実はコードネームをね振って、でどういうショパンはコードを使ってるかとかね、そういうちょっと、まあ、研究はないけども、研究までいけへんね、まあ、ちょっとそういう分析やね。そういうかっこいいことしとったんか。ごめんごめん、なんか言っちゃいけんこと言ったらしいな、わい。いやでもね、じゃあもうその話が出たついでに全部ね、あのそれを言いますと、あのあれですね、ショパンってすごいコードを使ってますね。恐ろしい綺麗なコードを弾いてました。めっちゃ斬新なんか。そうですね。あとはコードネームでは表せないぐらいすごい微妙な音を使って、音を作ってますね。他の作曲家はだいたいコードネームにはできるんか。いや、そうでもないね。うん、そうだね、全部コードネームで表せるっていうことはないですね。コードネームでも表せないようなあの音遣いとかね。やっぱりクラシック複雑なことやってはる。まあそうですね、ありますね、それはあります。そうですね、うん、ショパンの音はなんかな、うん、綺麗ね、聞いたらショパンってわかるもんね。そうやね、そうですね、そうなんです。実はそういうことをやってたことがありました。そっか、なんかショパンをどうしても弾きたいけど分からへんからコードネーム振っとったとか、そうなんちゃうんか。君はその僕のショパンの本みたいね、勝手に。ごめんね、あかんよ、ごめんな、手放さして。あかんな、もうちょっとちらっと見てしまったらな、コードネーム振ってあるゲームは驚愕したわ。う、ね、うん、ショパンのいろんな曲ありますけどね、う
まあ、あれを、愛情物語なんていうね、英語の、映画がありますけどね、うん、それで愛情物語というタイトルでね、うん、ショパンのなんか、プレリュードかなんか知らんけどもね、そういう曲ですね、うん、まあ、クラシックをな、ポピュラー音楽にするのは、うん、あることやね、その時もやはり何が役に立つか言ったら、コードネームで弾いちゃうんですね、うん、クラシックをコードネームでも、まあ、弾けちゃうよということですね。あ、なるほど、そう解釈やね。そうですね。うん、まあ、そういう意味で、今日は何の話だ。面白いな。なボーカルさんも楽譜書きませんよ。楽譜書きますよってことだよな。だから、それには、うん、普通になんかトコトコと言って誰でも歌えるってわけじゃないねんな。そんなことないよ。トコトコトコと来て歌ってくれたらいいよ。そんな。うん、全然構わへんよ。譜面持たずに行っても大丈夫なの？譜面持たずにね、来ても歌える場合もあります。バンドがね、どんなキーでも、どんなキー、つまり、一応してね、その場で一応して弾いてくれるようなね、バンドもありますけど、ね。ああ、そんなのあるんか。まあ、ありますけど、まあでもね、できれば、ちゃんと、自分の歌う、ね、高さの譜面を作って、で、先生に聞いたら、自分が習ってるジャズボーカルの先生とかね、僕でも構わないし、聞いたら、習いに来た時にね、教えますね。うん、で、こんな風に、これは僕の生徒の譜面やけども、ね、ちゃんとこうやって作って、で、そういうとこへ持っていったら、ジャズボーカルを勉強するいうことは、歌の歌い方を勉強するだけじゃなくて、こういう楽譜の書き方とか、一応とか、そんな難しいこともやらないかんねんな。そうやね。雇用で出すこと以外にね、こういう自分のための譜面をね、作るということも、大事やね。そういうことも、まあ、同時に勉強しといたらいいよ。ちょっと理論を勉強せないかんねんな。まあ、でも理論というほどでもないと思うよ、これは。これはね。ちょっとしたコツでもすぐできますね。そうですね、先生の話1時間も聞けばすぐに理解ができるという、ね、そうです、はい、まあ、やろうとは思わんけどなそうかあ、君はリスナーやもんな、聞くのも怪しいぐらいや、また僕のライブ聞きにおいでな、君な、まあ、前でもなんか出とったな、写真にな、もうね、お前のがところに通い詰めることにして。わかったな。ほいでな、ほいでバチャス覚えんねん。うん、そやな。勉強中や。ってことですね。前も勉強してる。はい。もうこいつのな、ライブに来たら前に会えるんで。そやね、そやね。はい。じゃあどうしよう。今日はこんな感じしとこうか。ね。でもわかったか。こんな感じ。わかったわかった。なんかな。じゃあ今日はね、楽譜読めへんかったいうことは。もうそれはいいから、これはですね、ボーカルについてのね、今日話いたしました。ね、特に胃腸譜ですね。胃腸譜を作って、ボーカルは歌ってますよと。カラオケはいいよな、ボタン一つでなんかできるんやろ。その通りですね。カラオケはボタン一つで、それが全部、機械が全部胃腸してくれるわけですね。だからその通りです。だからカラオケの プラスマイナスのボタンありますね。あれがいわゆる胃腸ですね。あれ機械の中で、譜面じゃないけども、機械の中で全部そういうふうに胃腸してきて、自分の高さに合わせてやってくれるということ、それを紙に表すとこうなるよってことだね。ぜひぜひ、ね、みんなジャズボーカルね、やろうと思う人は、ぜひね、躊躇せずに行ってください。行ってください。ね、そうです。大丈夫です。大丈夫です。ね、はい。で、出ましょう。いろんなライブハウスにね。ライブハウスに出ましょう。デビューしましょう。ね。ね、はい、できます。そうですね。いっぱい今ライブハウスいっぱいあります。ね。だからそういうとこ行ってね、どんどん。この生演奏で歌えちゃうという。あ、それはね。カラオケもそれは楽しいけどもね。カラオケも楽しいんやけども、ね、カラオケで練習しておいて、そして、生演奏で。生演奏で。たまの週末ね。週末、とは限らなくてもいいですけど、週に何回かね。そういうとこ。どこかでやってるからね。そうですね。どこかでセッションやってます。ね。だから必ず、ジャズボーカルのために伴奏してくれるピアニスト、ドラム、ベースいますね、やってもらったら ね、 ね、で相性が合えばね、すぐにライブハウスデビューとか、ね、そう、それもね、それは考えられるよね、一生懸命やらなあかんよ、それはね、一生懸命やりましょうと、やりましょうと、はい、まあ、今日はジャズボーカルについて、ね、語りましたけども、はい、というわけで、もうそろそろ寝るわ、あとなんかないのか、まとめとかないか、もうないそれ苦手やもんな、お前、そういうのな、まとめもなければ時間もないやそうやな、はい、じゃあ今日はこんな感じでお休みしましょう、ね、おやすみなさい、はい、じゃあね、はい。